お、来たんじゃない？チチチュイン。まあサムネイルでバレバレだと思いますが、ファミコン PC でお蔵入りになったコア i9-9900K を使って焼肉をしよう、そういうくだらない動画を撮ろうと思ったんですが、これが意外にもむずい。サクッといけると思っていたんですが、やっぱりコア i9 ほどのハイエンド CPU をヒートシンクなしで安定的に動かすのは無理があった。ということで無駄にトラブりながらパソコンの CPU で焼肉をするおじさんの奮闘をご覧ください。マザーボードはデスクミニではなく Z390 のミニ ITX マザーボードを使いました。これはね、旧メイン PC で使っていた3万円近い高級品ですが、もう捨てようと思っていたので今回の実験に使って供養しようと思います。電源はそこら辺に転がっていた 250W 電源を使いました。ビデオカードをつけないんで何でもいいでしょう。ちなみに Core i9-9900K を使う理由は、余っていて使い道がないというのもありますが、やっぱり肉を焼くためには TDP が高い方がいいでしょう。 TDP95W もありますし、実際の駆動では 140W 近く消費するのでめちゃくちゃハイパワーです。あとライゼンに比べて熱に強いというのも焼肉に向いているポイント。ライゼンは許容温度が95度ですが、 Core i9 くんはなんと115度まで耐えられます。20度も高いんですよ。水分の沸騰温度を超えている、それはね、Core i9 の少ない魅力の一つでもあります。とりあえず CPU クーラーなしで Windows を起動してみました。もちろん最新の CPU なので CPU クーラーつけ忘れたとて即焼きついて壊れるなんてことはありません。 BIOS 程度であれば全く発熱しない。起動自体はできましたが、 CPU 温度を見てみるとすでに115度に達していました。 CPU クーラーなしで動かした経験は何回もあるんですが、 Windows 起動したくらいで限界突入するとは思ってもいなかったです。さすがは爆熱 CPU の Core i9、 これはホットプレートとして期待できますね。CPU の表面温度は測定不可能でした。放射型温度計だと正確に測れないみたいで40度くらいを指しています。触れないほど熱いのでそんなわけありません。アイドル状態で少し様子を見ていたんですが、右下のファンが突然停止。ダメです、電源が勝手に落ちました、吉田です。普通は計算エラーで Windows がクラッシュしてもフリーズするだけでファンは止まらないです。なのでマザーボードの安全装置が働いて落ちたんでしょうね。本来なら115度を超えないように CPU の動作周波数を自動的に下げて115度以内に収まるような動作をするはずです。でも落ちました。おそらく CPU クーラーがないので温度が急激に上がっちゃって115度を一瞬突破しちゃったんでしょうね。なので安定するまではファンで冷却しながら様子を見ることにしましたが、あ、落ちた、落ちたな。やっぱりヒートシンクがないとダメか。チチチュイーン、チュイーン、パリン。CPU で焼肉するなんて余裕だからわ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 らって思っていて、今までやらなかったんですが意外に奥が深そう。とりあえずセレロンについていたしょっぽい CPU クーラーをつけときます。明らかに能力不足なんですが、まあこれで安定して動かないようであれば焼肉なんて絶対無理だから。ダメです、動きません。なんか動かなくなりました。やっべ、壊れたかなってちょっと焦ったんですが、雰囲気的にこのピクシオのモニターが怪しいんですよね。こいつ入力が非常にシビアです。ビデオキャプチャーボード経由で繋いでいるんですが安定しないんですよね。買ったばかりですが買い替えを検討中。すでにデスクミニの時もゴニョゴニョしたら動きましたとか言っていたと思うんですが、あれもこのピクシオさんの挙動が怪しくてなかなか映らなかったんですよね。謎だな。なんかバイオスが初期化された。謎だな。なんか起動したな。やっぱりゴニョゴニョしていたら映りました。モニターが原因ですね、完全に。 IO データの HDMI キャプチャーボードとの相性が悪いみたい。関係ないところでトラブってます。ジャパンネクストの方がまだマシ問題。セレロンの CPU クーラーで CPU 使用率をマックスにすると110度くらいまで上がりましたが、限界温度の115度までには達していません。110度がいいのかどうかは別にして一応冷やしきれてるみたいですね。ちなみに電力は驚異の 140W。 さすがはCore i9、 頭おかしい。おお、あー、フルスクリーンだった。この状態で CPU ファンを止めて安定度を確かめようと思った瞬間、久しぶりに見たブルースクリーン、やっぱり安定して動いていないようです。このブルースクリーンですが、原因は電源ユニット 250W の電源では安定しません。 600W の SFX 電源に交換したら一切落ちなくなりました。高負荷時に電源の容量が不足して動作不安定になっていたようですね。
CPU クーラーのファンを抜いても Windows は正常に動くようになりました。右の温度を見ると限界温度の115度まで達していますが、それを超えないようにちゃんと動作周波数が徐々に下がっていっています。115度で焼肉を焼けるのかは分かりませんけど、安定して115度は出せます。まあだからなんだって話ですけどね。チュチュチュイン。おあちおー熱っ熱っ、これで焼肉できんじゃね。あでもそうでもない、でもこれがね正しいかどうか怪しいからな。そもそもCPU 直ではなくてヒートシンクで焼けないか試してみます。一応アルコールで消毒はしてありますよ。オリーブオイル。おーなんかすごいいい匂いがするわ。タンとオーストラリア産ステーキ肉とウインナー用意しました。無駄にね。 CPU 温度の方は115度、もう完璧ですね。 CPU クロックも 2.99GHz まで下がってます。行ってみるか。ダメだな。どう？焼けてる？音はしねえな。何も音はしねえんだよな。あ、色は変わったね。色は変わった。音はしねえ。あ、でも焼けてるっちゃ焼けてんのか。時間かかりそうだな。なんかね、聞いてた話とは全然ちげえな。焼けてねえだろう。微妙。ダメだこれ。こんな焼けたうちに入らんな。ダメ。チュチュチュイン。ダメだな。やっぱり直だな。こんなさ、クソダサいことしてもダメだ。直接いかんとあかん。ちょっとなんかそもそも当たりが甘いんじゃない？全然伸びてないじゃん。グリスが。油。はい、オリーブオイル。電源入らなくなったな。壊れかけなのか知りませんけど動作が安定しません。でもなんとかつきました。 CPU に負荷かけてなくても100度近いよ。やばいね。扇風機止めたらやばいんじゃない？そんなことはないか。あー一気にクロック下がってるね。2ギガまで下がってる。扇風機はついてる。ついててもやばいね。これ扇風機止めたら落ちるんじゃない？あ、落ちないね。 3.6GB まで落ちてる。 3.6GB まで落ちてて CPU 温度は115度ぐらいで収まってるけど、電力は 20W 以下まで落ちてるね。消費電力が 130W ぐらい消費してたのに10分の1まで下がってる。なんか油臭いしいけそうだな。行ってみるか。さすがにジューって音はしないか。あれ？お、来たんじゃない？来た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 。お、来て来て来てる。お、焼けてるね。あと油を増強した方がいいかもしれない。怖いないんである必要性は感じないな。 30W ぐらいでいけるんで、セレロンとかでもいけるかもしれないね。普通に塩コショウです。塩コショウ。普通に焼けてるよね。いや普通にうまいわちょっと脂っこいけどね。ちょっとオリーブオイル臭い。結構いい感じだよね。うん、普通にあったかいもん。最後にこれを焼いて終わりにするか。これサムネのがいいかな。ちなみにちゃんと Windows 動いてるから、この状態でも Windows 動いてますからね。ほら動いてるからちゃんと。コア i9 で焼肉は焼けます。ただ115度なので火力不足感はありますね。色は変わりますが焦げ目はつきませんね。面白いのが CPU クロックです。クロックが上がったり下がったりします。これは肉を置くとクロックが上がるんですよね。肉を持ち上げるとクロックが逆に下がります。生肉の冷たい部分を押し付けるとクロックが上がります。つまり肉がヒートシンク代わりになっていて、CPU が冷えています。新発見。だからなんだよ。あ、落ちた。落ちた。落ちたわ。
さすがに無理があった。端子を焼いていたら Windows がクラッシュしました。長時間の高温動作はダメなのか、そもそも肉を焼くのがダメなのか、それは分かりません。メーカーさん教えてください。吉田です。残念、壊れました。あれもう起動し、二度と起動しなくなった。ダメだな、壊れた。じゃんじゃん。ぶっちゃけ焼肉焼いたくらいでパソコンなんて壊れないだろうって思っていたんですが、二度と電源は入らなくなりました。 CPU7 万、マザーボード3万円、ご愁傷様です。まあこれ見ればわかりますが、壊れるよね。肉汁かオリーブオイルかわかりませんが、裏側のピン部分まで油が回っちゃってますね。もしかしたら接触不良かもしれません。あと気になるのはパッドの一つが黒くなっています。映像ではわかんないかもしれませんけど、削れたというか焦げたというか、拭いても取れません。マザーボード側のソケットにも油が入り込んでいます。塩コショウもあります。意味不明ですが、まあこれもともと捨てる予定だったので、まあいいです。検証の結果をまとめれば、Core i9 で焼肉をすることはできます。ただし長時間焼肉をやっていると、 CPU かマザーボードか知りませんけど、ぶっ壊れて電源が入らなくなります。絶対にパソコンで焼肉はやってはいけません。以上、吉田でした。